合駒とは、将棋用語の一つである。相手の走り駒に対して、自分の駒を配置して、危きを止めること、またはそれに使われる駒のことを言う。合駒とも表記される。主に大手に対して使われ、合駒が有効な場合には愛、愛が利く。合駒しても、無意味である場合には、愛が利かないという。大手以外でも、当たりになっている自分の駒を守るために、 その駒と相手の走り駒の間のマスに駒を置くことも、合駒と呼ぶことがある。合駒は持ち駒を打つことが多いが、盤上の駒を動かして、合駒にすることもある。また、自分の駒の利きのないところに合駒をしても取られる、だけで無意味なので、特殊な場合を除いて、自分の駒の利きのあるところに合駒をする。この二つを合わせた移動な加護もあるが、実践では少ない。 1> 図一の左側は、八五甲の大手に対して八七歩と、中合した局面である。これを同金や同行成では大手にならないし、同行不なりなら九八玉と逃げ出すことができる。図一の右側は、四二流の大手に三二歩と、中合した場面である。これを同流と取らせて二二金とすると、龍取りになる。先手が龍を逃がせば、後手の哲手いになる。 合駒に使用した駒によっては、その駒を利用して積む手順が生じることがあるので、注意が必要である。右の図で、八七歩の代わりに八七項と合駒すると、同行歩なり、九八玉、九六項、九七合駒、八八金で積む。詰め将棋でも、合駒を題材とした作品がある。玉形に限定的な合駒をさせ、それを取って、持ち駒として利用したり、 合駒によってあらかじめ逃げ道を塞ぐなど、いろいろ利用できる。合駒には、不、孔、カツラのような弱い駒が使用されることが多いが、その後の手順を考慮した上で、別の駒を使用することも多い。次は、中郷を生かした、主行作の最も古いものの一つで、初手に急行に対し二三銀の中郷が、最善の受けとなる。この詰将棋を改作したものが、 大道詰将棋の交付問題としていくつも制作されている。一つの駒に対して何度も合駒する連合や手順の中に比較金銀、経過符の7種類の合駒が登場する7種号などと呼ばれる思考を持った作品も発表されている。合駒がタダで取られ、取られた合駒を使わなくても合駒をしないときと同様に詰めることができるとき、その合駒を無駄合と呼ぶ。 ルール上、無駄合わせは有効な王子として認められておらず、一手としても、カウントはしない。図3では、3二補正の角による開き王手に対して二2から8、8まで7通りの合駒ができる。しかしその合駒はすべて角で取られ、合駒を取られる代わりに角を取ることもできない。したがって、合駒はすべて無駄合わせである。そのため、 図3は3二歩正8八歩同角7七歩、同角6六歩同角5五歩同角4四歩、同角3三歩同角なり2二歩同馬までの15手詰めではなく3、3二歩正までの1手詰めが詰め将棋としての正解手順となる。この例では合駒1枚につき2手しか伸びていないが、作品によっては合駒1枚につき4手以上伸びる場合もある。 この場合も無駄合金詩のルールの方が玉形最長のルールよりも優先されるため、そのような作品では王手を選択するときには注意しなければならない。合駒が直前の王手した駒でない駒で取られ、その手が他の走り駒を利かせて両王手になってしまうことを俗に関節両王手と呼ぶ。作為としては無駄合いなので罪だが、 これは有効な合駒か、無駄合わせかで解釈が分かれており、決着はついていない。玉形の受けに主眼を置いた問題や一部の試行作品では、中号が登場することが多い。代表的な例としては、以下のようなものがある。他に、中号で駒を呼び込んで、後で、そこに駒を打てないようにする。駒を移動させて、他の駒を取るなど様々な理由による中号が、 存在する。ありがとうございます。